はいどうもこんばんはゲンです。今日も動画を撮っていきたいと思います。今日はですね、タイトルにあります通り、オーディションの結果ということで話をしていきたいと思います。一応ですね、ミュージカル煙突町のプペルということで動画をですね、1週間ぐらい前かなに上げさせていただいて、おかげさまでですね、動画の再生回数も多分直近で、 160に迫るぐらいですかね、再生をされている状態です。で、今のところ僕のチャンネルは14人かな、チャンネル登録者数が14人なので、まあ、単純に登録者数の10倍近い方が、僕の動画を再生していただいているということで、本当にありがとうございます。今回はですね、課題曲を歌うということで、まあ、3分ぐらいかな、の動画を投稿させていただいたんですけれども、 まあ、あの例えばなんだろうな、まあ、コロナ前であったら例えばカラオケとかで人前で歌を歌う機会はえ結構あったんですけれども、まあ、今回のように、えーまあ、YouTube に、えー、課題曲を歌う動画を投稿するという形でですね、えーまあ、全然多分、えー、僕のことを知らない方が、えー、僕が歌を歌っている動画を、まあ、見てくださっていると、えー、とてもありがたいですしちょっとまああの聞くと恥ずかしいなっていう気持ちも <laughs> あったりするんですけれども ネ、ね、ガーグアというか、下心としてはやっぱりまあミュージカルというか舞台俳優ですよね。まあ、オーディションに最終的に受かった方は、舞台俳優としてミュージカルに出演する、できる権利をゲットするという形の今回のオーディションなんですけれども、一応、責任者の方のノートにですね、書いてあった情報によると、一応4月の今日が12日ですけれども、1日前後に、まあ、合格者というかね、オーディションの通過者には、 ダイレクトメールが来るるという形になってるんですねで今日が12日なので、えー、まあ責任者のノートに書いてある情報に従うと今日か昨日か一昨日ぐらいには、えー、まあオーディションの先行オーディションの通過者かには連絡が来るんだろう,来るんだろうなと思うんですが、えー、まあ4月の12日の8時次の段階で僕のところに来ていないのでまあ多分ダメだったんじゃないかなという感じでこの動画を撮っております。 まあそれでもですね、い、え、ま、ー、だにあの再生回数が若干伸びているので、えー、とてもありがたいなと思いつつ、まあ,あの他の方のですね、えー、オーディション、オーディションに、えー、応募された方の動画、えー、ちょいちょいですね、えー、見させていただいているんですけれども、やっぱりあれですね、大体あのー、まあオーディションに多分、えー、応募されている方の動画を見させていただくと、 サムネあるいは今回の応募の条件の一つであった歌詞のテロップですねが入っている方が多分ほとんどだと思います僕の動画は逆になしなしなのでサムネも作ってないし歌詞のテロップも入れてない状態なんですけれどもそれでもある程度の再生回数あるのでとてもありがたいなと思います えー、ですがですね、えー、多分ぶん、えーまあ、今の段階で連絡が来ていないので、た、えーまあ、多分ダメだったかなということが考えられますね。えーまあ、それ自体は別に僕にとってはマイナスではないんですけれども、まあ、ど,うどういった経緯で今回、まあえー、応募してで、それで何が得られたかということもですね、えー、ちょっと共有してみたいなと思います。もともと、金郊西野さんのオンラインサロンに僕も入っているので、 その中で今回のオーディションのです、ね、情報を、えー、知って、まあ、自分で応募したという形ですね。まあ、応募するには YouTube のアカウントが必要なので、えー、僕の場合1年ちょっと前から YouTube をやっていたこともあって、まあ、すんなり応募できたという形ですね。ただですね、やっぱり大事だなと思うのは、まあ、今回の、えー、YouTube でのオーディション選考というのも多分あまり前例がない。 やり方ですしまたそこに乗っかるっってことですよねやっぱり僕はあまり別に頭がいいわけでもないですし、まあ、どちらかというと考えて何かをやるよりは、まあ、あの誰かがおっしゃってた言葉で、まあ、行動できるアホになるみたいな <laughs> 感じで、えー、とにかく何も考えずに、えー、結構行動しちゃうところがあるので今回もまあ目の前に、ね、舞台俳優になれるかもしれないというチャンスが転がっていたわけなのでそこにまあ飛びついたという形ですね。えーまあ まあ多分、まあ、ダメだったとは思うんですけれども、まああの、今回ですね、YouTube で歌を歌って動画を投稿するという経験は、まあ初めてですね、僕の動画自体は、えー、まあもともと、まあ独り言をずっと喋ってるような形の動画なので、まあ、ためになるかどうかっていうのは、まあ、まあ、チャンネル登録者数と再生回数が伸びていないところを見ると、えー、まあ、見る人にとって、えー、見たいと思われる動画でないというのと、多分、 ま見てもあまりためになるような動画ではないかなと思うんですが今回のこのミュージカルの応募に関してはですね1週間ちょっとで150回ぐらいかの再生回数があったのですごいなと思いながら他の方のです、ね、動画も見させていただく機会になりました、えー、まあ繰り返しになるんですけれどもやっぱり変化が <laughs> すごく激しい時代でこういったチャンスっていうのはなかなか えまあ転がってても気づかないことが多いと思うんですよね。まあ、そういった時にえチャンスが目の前にあってそれを掴むためにえーまあカードを起こせるかっていうのが多分この今の時代では大事じゃないかなと思います。カードを起こした一つのきっかけとしては責任者の方のノートにまああの歌とかダンスの経験のみは問わないと書いてあったのが一番ですね。まあ、僕の素人的な考ええで言っっちゃえばやっぱり 舞台に出られる方の場合はまあ経験歌とかダンスの経験がある方の方がまあ見ている人により訴えられる演技とか、えー、歌唱力とかがあるのでいいんじゃないかなと思ったんですけれどもまあ選考の過程ではそこは問いませんよというふうに書いてあったので僕も、えー、まあじゃあ楽しそうだなということで、えー、応募させていただいたんですよね。 えまあ他の方も結構、ねあのー、いいんですよ聞いてるとあなんか皆さん上手いなとまあ自分が自分がね歌唱力というか歌そんなに別に上手いわけじゃないのでなおさらあの他の方のオーディションの動画を見させていただくとあなんか上手だなってみんな上手に見えてしまうんですよね <laughs> そういう時ってなんですがまあ誰が選ばれても、えー、面白い舞台になるんじゃないかなと今から思っておりますまあそんなこんなでですね今回の、えー、ミュージカルへの挑戦はまあ まあもしかしてねこの後あの連絡が来たりするのかちょっと分かんないんですけれどもその場合はまたあの別に動画を撮り直そうと思いますので一応ですね速報ということで、えー、責任者の方のノートを見る限りでは、えー、今日昨日おとといぐらいには、えー、オーディションの通過者には連絡が来ているはずなので、えー、ですが今の段階で連絡が来ていないので えーまあ、今回はだめ、えー、だったんじゃないかなということで、この動画を撮っています。まあえっと、結論としては、まあ、あの目の前に落ちていたら、チャンスが落ちていたら、まあ、それを掴みに行こうというふうにですね、まあ、なんていうんだろうな、足、え、腰、ーまあ、軽くというか、えー、フットワーク軽く動ける体勢を整えておくことが大事じゃないかなと思います。まあ、僕のが1年前から YouTube をやっていたこと、あとはオンラインサロンに入っていたこと、 多分一番ねチャンスをつかかむたためには必要なな条件だったかなと思いま,すまあそんなこんなでですねこれからもちょっと面白そうなことがあったら、まあ、何も考えずに行動できるアホでいたいなと思いますので皆さんもですね、まあ、考えることが全然悪いことではないんですが僕みたい僕はですねあまり考えるのが得意ではないので先に行動を起こしてしまうということでやっていきたいなと思います。 じゃ今日も一日お疲れ様でした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。もしよければコメントとかいいねとか登録してもらえると嬉しいです。ではお疲れ様でした。